武良崇人選手です。まずはお疲れ様でした。演技終わった瞬間少し悔しそうな表情にも見えたんですがどうだったんでしょうか。そうですね、まあ、4回転にコンビネーションがつかなかったのでルッツに、コンビネーションの3回転をつけたんですけどちょっとルッツがまっすぐ飛べなかったので、着氷の時にちょっとうまくいかなくてステップアウトしてしまったのとあとはちょっとまあ全体的にちょっとスピンがちょっと足りなかったりとかしてる気がするのでそういうところがちょっと悔しいなという感じですね。ただこのカナダ大会去年は10位と悔しい思いをしたと思うんですけど今年はどうですか。違う姿を見せられたんじゃないですか。そうですね、まあ、まだフリーが残っているのでちょっと安心しきれないところはあるんですけど、まあ、でも4回転の感覚もしっかり自分の中で持っていられているので、まあ、あとはその他のところで失敗が出ないようにというところかなと思います。改めて十分表彰台も狙える位置からの明日のフリーですが意気込みを聞かせてください。そうですね、まあ、あとは自分に負けないようにというところとあとは、まあ、できる限り上というものを目指して最後フリーしっかりやりたいと思います。ありがとうございました。